今日は世界で何食べよう。どうもしょうごです。白と青が織りなすエーゲ海の宝石サントリーニ島でローカルフードギタピロ、ギリシャヨーグルト、グリーンサラダを食。旅の資金残り522万円。エジプトカイロからギリシャサントリーニ島までやってまいりました。円安の中での海外旅行、世界一周旅行、日本から食材を持ち込まざるを得ない現実をこんな感じなんだと、リアルな日常や価格とともにお楽しみいただけると嬉しいです。今日のレートで言うと1ユーロ170円、高え。5ヶ月後はいくらになってるかな。今からサントリーニ島に向かっていきたいと思います。いやめっちゃテンション上がるところなんですけど、またやらかしました。このボッテガ空港みたいなところでオンライン事前チェックインをしてないと1人当たり30ユーロ、そして荷物超過で35ユーロ、合計60+35の95ユーロ、17,000円取られてしまいました。ショック。うわマジでテンション下がる。一回切り替えてサントリーニ島楽しんでこようと思います。サントリーニ島到着。さすがリゾート地、出た瞬間お迎えの人がいっぱいいます。なんかモルディブと一緒だね。僕たちはお迎えを頼んでないので、まずバスでフィラっていう中心地まで行って、その後にオアだっけ、そんなようなとこに向かってホテルまで行こうと思います。今回泊まるのはミスティークホテルなんだけど、マリオットの、まあ、送迎頼もうとしたら1回あたり50ユーロって言われたんで、50ユーロって高くねと思って、まあ、大体7000、8000ぐらい。なので僕たちは安いバスで行こうと思います。このバスみたいです。今この運転手さんに聞いたら、これでまずフィラまで行くって言われたんで乗っていこうと思います。運賃は後払いなのかな。降りる前に係の人が集めに来るみたい。1回2ユーロなんで1人、まあ、ちょっと50しか持ってないんでこれを変えてもらおうと思います。とりあえずフィラ着いたんだけど、ここかな、居合行きのチケットを買おうと思います。チケットオフィスに聞いたらナンバー2が居合行きみたいなので、このバスがナンバー2って書いてあるので乗っていこうと思います。サントリーニ島自体はそのリゾートホテルっていうのが凝縮されてるところ以外は意外と何もないです。無事ホテルの近くまでバスで来ることができました。どういう制度なのか分かんないんだよね。でもなんかちょうどミスティークの前で降ろしてくれたんで、ここから徒歩2分ぐらいかな。発見しました、ミスティーク。うわこれだね、かわいいね。ずっとまっすぐ下降りたところがミスティークらしいんで、階段も一個一個が結構ね段差が激しいというか。そして発見しました、ミスティークラグジュアリーコレクション。やっとチェックインできそうです。なんか迷子になりそうだね、ここ歩いてると。今案内してもらってます。 Thank you。 OK OK Thank you。 もう準備してある。Thank you。 おーめっちゃ綺麗。あーすごい。うわー綺麗、めっちゃすげー。バスルームは、あ、バスタブはないけど、でもなんかこじゃれてんな。コンセプトは洞窟なのかな、そんな感じの見た目で、まあ真っ白じゃなくてオフホワイトみたいな見た目になってます。ウェルカムギフトとして、なんだこれ、シャンパンなのか。シャンパンとイチゴとあとサーモンいただきました。ありがとうございます。よし開いた。それではサントリーニ島に感謝しながらいただきます。あーうまっ。いただいたスパークリングワインは結構炭酸強めだからクーッとくる感じで、まあ味自体はすっきりしていてごくごく飲める風味の味です。でそしてこのカステルバッキオっていうミラノとベネチアの間ぐらいにあるイタリア産のスパークリングワインです。うわーめちゃくちゃ贅沢。なんか部屋に風呂がないと思ったんだけど、バスタブなかったんだけど、これが温水プールみたいな感じになってるんで、ここで温まることができます。なんか向こうの方とか見てほしいんだけど、断崖絶壁になっていて、まあ、白と黒のコントラストがサントリーニ諸島の魅力なんだけど、まあ、白のところはまあ実際ホテルだよね。ホテルでもう作られているものが真っ白で、その下にある茶色に関しては昔サントリーニ諸島が大噴火してそれでできたカルデラ、これの地形がまあサントリーニの断崖絶壁を映してます。ちょっとまあゆっくりさせてもらったんで、今から夜ご飯を食べに他のところに行ってこようと思います。腹減ったにしてもこれ結構しんどいっす。この段差結構あるんで、しかも
上に行くまで結構疲れます。うん、ここがオイヤの多分レストラン街に入ってきました。音楽も流れてきてて、まあ陽気な感じ。おー、なんか可愛いね、全体的に。いいよ。ちょっともう洒落たお店に入ってみようと思います。うん、でもこのギリシャ人可愛いよね。あ、これとかめっちゃ可愛いじゃん。いくらすんのかな、いくらすんのかな。79ユーロ。1万5000ぐらいか。店内は可愛い洋服で埋め尽くされております。やっぱなんか薄い蛍光色の服が多いかもしれないです。これとかもオレンジ蛍光色。もう英語圏に来たって感じがするよね。もう周りから聞こえるのは英語ばっか。今までやっぱアジアとはもうだんだん違くなってきたよね、雰囲気が。いや、ここ多分一番の繁華街っぽくね。お値段チェックさせていただきますか。うん、でもそんなのもなくない。え、でもケバブ、ケバブが20ってことは、まあ、3400円ぐらいか。まあ、高いね。うん、OK。 やっぱ1本入っても全然店はいっぱいあるんや。あのメイン通りじゃなくても。で、多分ここら辺のピトジーみたいな感じの店をちょっと探して。あ、あれあれだ。店内はこんな感じで今満員でございます。届きました、チキンとケバブ。いただきます。うん、リビングで、うん、一番美味しい。めっちゃうまい。ポークケバブなんだけど、ケバブというよりもなんか日本人からするとめちゃくちゃ肉の詰まったハンバーグ、そしてヨーグルトソースとポテトもサクサクで美味。いや、めちゃくちゃうまかった。今まで食ったケバブの中でも最上位クラスでうまかったです。ごちそうさまです。ということで今から夕日を見に向かおうと思います。ここが有名なモスクか。めっちゃ人いるな。あーね、日本人も結構いるんだよね、サントリーニと。うん、ツアーで多分目の前にいるのが日本人です。この道を通ってきたところにあるロカレストラン、ネットで美味しいって書いてあったんで一旦価格だけ見てこようと思います。ちょっともうお腹いっぱいなんで今日は食べれないけど、また来れたら来たいな。もうめっちゃにぎわってる。中は満員の模様です。価格見てみると、メインディッシュですが、まあ、グリルはまあ3500円ぐらいするけど、うん、ちょっと高いなごめんなさい、ちょっと高かったです。あ、もうちょっと安いかと思ったんだけどな。うん、残念。あら、お手頃って書いてあったんだけどな。リゾット3400円はちょっと僕たちにはきつい。ということでサンセットポイントにおとなしく戻ります。うん、どこ合ってんのかな。でもみんながこっち向かってるから、まあ、こっち側なんじゃないかっていう風に歩いてます。もしやこれは着いたのではないか。サンセットポイント、うお、綺麗に見えそうだ。あそこの2人いいね。ドヤ顔で見ちゃってるもん。高みの見物ってやつだ。またまたドヤ顔のいいところを撮ってるカップル発見。すごいね。俺はすごいよ。絶対みんなのことをさ、うわぁ頑張って夕日撮ってるって思ってさ。中国の方よりインドの方の方が多いというのが現場からのリポートです。さっきから気になってんだけど、あの四角いスマホなんだろうな。どこのメーカーだろう。画質めっちゃいいよ。うん、画質いいんだよね。だいぶ今綺麗だぞ。人もすごいけど、あと10分ぐらいで沈みます。これが限界なんじゃないかな。あの下には
雲がありそう。お店の人がいた。盛り上げてるよ。この拍手は結構人工的に作っていることが判明しました。あちらのこの後ろのあるお店のオーナーが拍手を巻き込んでいました。高いんだろうな、このお店でご飯食うと。もうまだ撮影してるよ。1時間半ぐらい撮影してんだね。かなりロマンチックです。なんか寝る仕様になってるのかな、よくわかんないけど、チョコレートが置いてあって、チョコレートが置いてあります。おはようございます。今日の予定としてはまず、朝ごはん食べた後に中心地のフィラっていうところ、やっぱあそこに見えるかな、あそこら辺がフィラっていう中心地なんだけど、そこに行ってサントリーニ観光をしてこようと思います。オーマイガー、まさかまさかなんですが、今停電中なのかな、全然電気がつかないんです。ブレーカーちょっと確認したけど、ちょっと自分じゃ分かんなかったんで、これとか、全然明かりつかないんで、係の人に相談してくれと思います。 Wi-Fi is also? Yes. Ah, okay. If there is no power, there is no nothing. Ah, okay, okay. Thank you so much. まさかまさかの、全体ここら辺一帯が停電らしいです。今係の人に聞いたら、ごめんなさいって形だったんで、しょうがないなということで切り替えて、ジム行ってこようかな。今教えてもらってます。あ、ここか、アスパ。いやいやいや、あ、ジム is here. Oh, thank you so much. Thank you so much. 教えてもらいました。あ、全然わかんないよ、こんな超絶むずい場所が。真面目に迷った。せっかく教えてもらったのに全然わかんないよ。ようやくジム発見。おー、こういう感じね。そんなにバカ広いわけじゃないし、でかいわけじゃないけど、最低限揃ってますよっていう感じですね。いやー、めっちゃ腹減った。朝食会場、到着。マンゴージュース、マンゴースモーキー。あ、イエス。 Can I leave it here? Well, yes, you can keep it. Yes. Thank you. Thank you so much. May I have number your room? 45. 45? Yeah. Thank you. Thank you.普通にさ、撮れる方が嬉しいですよ。普通に撮れる方が嬉しい。なんか多分俺相当食うから、恥ずかしいでしょ。めっちゃはずい、ここいとこでなんかオーダー制は。いいじゃない、そんな食べなくて。いや、食べるよ。あんな感じで、このホテルは部屋でも食べれるみたいです。ポーチドエッグのスパイシー版、2つも卵あるわ、嬉しい。ソースはアボカドソースで若干濃いめだけど、サントリーに濃いって言われてるからね。めっちゃうまい。めっちゃ食べるよ。めっちゃ食べる。満足でしょ。そりゃそうだよ。どんだけ卵食べたってぐらい食べてるよ。あ、だってさ、オムレツにソーセージとベーコン入ってるの。俺どっちでも欲しかったのに。すごいよ。今日の朝だけで卵5個ぐらい食べてる。多分こいつ相当食うだろうと思われて、大量の卵で作ったオムレツ。かわいい。9時を過ぎるあたりからは満席状況です。アラカルト形式の朝食、マリオットで初めてだわ。美味しかった。ごちそうさまです。ということで部屋に戻ってきたんだけど、電気つくかな。うわ、マジか、またつかないじゃん。結構つかないね。停電ってよくあることなのかな、サントリーニ島で。あらら、今までずっと部屋にいたから分かんなかったけど、清掃の人が来てくれて、まだつかないの、他の部屋はついてるよって言われたんだけど、今直してもらってます。おお、うお、電気がついた、よかった、直してもらった。他の部屋はもっと早くからついてたみたいです。どういうことなのか、今日もシャンパンいただきました。え、これ毎日来るの。バスが来たのでこれに行けるって言われたね、乗ってきます。バスの中はもう座れないほどバカ混み、めっちゃ混んでるわ。
今全員一回降りてるんだけど、僕たちはそのホテルの前で手を挙げたら止まってくれて、まあ、どこでもらっていいらしいです。で一回乗ってまたイヤまで来てまたフィラに行くみたいな感じで乗ろうと思ってます。あ、フィラ今4ユーロと言われたけど、まあ、1人当たり2ユーロで、まあ、どこから乗ってもワンウェイ、どこから乗っても一緒の金額なんで、まあ、どこから乗ってもいいっていう感じです。10分ほどでフィラ無事到着。結構サントリーニ島やっぱり坂が多くてなかなかね疲れますね。あと意外なことなんだけど日本人が結構います。まあ、結構年齢高めなんだけど、まあ、サントリーニ島は日本人がいて珍しいなというか久しぶりの感覚です。イヤからフィラに来るには結構大変な、なんか坂道で結構大変なんだけど、フィラからイヤに行くには下り坂だから簡単って書いてあったんで、こっから10キロかけてイヤまで戻ろうと思います。行きはバス、帰りは徒歩。こういう小道もさ、ワインとかがあっていい感じ。あ、ジェラートあるよ。あ、ジェラートいっぱいある。買っちゃいますか。うん、ジェラートうまそう。1個3ユーロ、そして2個で6ユーロ、しかも3個になると7のユーロという3個を頼めスタイル。でも僕たちは1個にしました。ティラミス味、うん、暑い時のアイスはうまい。フィラの方がイアよりもあの崖が急斜面っていうのが特徴的。そして船舶も何個か停泊していることから、深さも多分フィラの方が深いんじゃないかな。それかまあ中心地だから止まってるのか、どっちかだと思います。もうみんなほぼ裸なんだよな。みんなさ、セクシーすぎる水着で歩いております。確かに今でも気温的には23度ぐらいで、まあ、そこまで暑いってわけじゃないんだけど日差しが強いです。いや、そうハードだよ。マジで階段きついっす。一個一個の段差も結構高さがあって、これマジで疲れます。サントリーニ意外と大変なさもあるの、体力いります。あちら見えるでしょうか、ローバーでございます。サントリーニ島はこの急斜面っていうのもあって、昔からロバでの移動っていうのがよく使われていた移動手段となります。いろんな国の人たちが来てるな、やっぱり。あと一個海岸線沿いから中に入るともう普通の街並みっていう感じです。入り組みまくっております。結構こういう細長い道というか細い道も結構あるんで、まあ、自分がどこにいるか正直分かんなくなります。サントリーニ島はリゾートだけどちゃんと価格が書いてあるのが嬉しいですね。1個がだいたいネックレスが16ユーロとかなんで、16ユーロってことはだいたい3000円か。なかなかしますね。これが 7.5 なのでいくらだ。お土産屋さんもあちらこちらにあります。これ何なのかな、ギリシャの模様なの。うん、よく見るこの 目玉みたいなやつ。ここら辺は4ユーロゾーンです。なので700円ぐらいか。フィラの方がイヤよりもなんていうんだろう、ごちゃごちゃしてるっていうか入り組んでるね。あとカジュアルでいろんなお店があります。例えばバッグもあればコスメもあれば、うん、お酒も売ってるしお土産も売ってるし、ま、あ、サンダル、この38、あ、そうだね、これだったら38だから、うん、5000円ぐらい。うん、そう、サントリーニ全体的にそこまで高いわけじゃないんだよね。全部が円安で高く見えるけど実際、うん、円安じゃなかったら普通に買えるよ、値段だよね。こちらはご飯ゾーンかな。開けた道ではレストランが両サイドにあって、もういい匂いがプンプンしてますね。やっぱロバが有名なんだなっていうのはさっき言ったと思うんですけど、至る所にロバの銅像があります。あちら見てほしいんですけど、あそこにもロバがいらっしゃいます。いい匂いが漂ってきました。腹減った、何食おうかな。あ、でもやっぱここもさ10ユーロとか12ユーロだからまあ1500円、1700円ぐらいか。そんな高くないんだよな、思ったよりは。フィラの観光終了。
なんか買うぞっていう意気込まないとやっぱ買えないな、お土産って。ということで、お家の方まで、家の方までバスでもう一回戻ろうと思います。いや、行きのバスは12番乗っていきます。さっき前払いだね。バスでイヤに移動してきました。平からイヤの道は結構ね、なんか岩山って感じだよ。ここの道を通ると絶対くれるんだよな。ヨーグルト。あ、センキューソーマッチ。ヨーグルト。ヨーグルトをもらいました。うん、うまいわ。甘っ。これがイヤで有名なブルードーム。だいぶ混んでおります。いや、みんなやっぱこっからの景色を撮るために相当並んでるもん。いや、死ぬほど混んでるわ。いや、よくわかんないけど、こんでこんな混むだろってぐらい混んでます。多分サントリーリ島で一番混んでるスポット。今行ったのがこの左側なんだけど、本当はこの右側の奥が絶景スポットらしくて、これはもう並びすぎて諦めます。超絶並んでる。いや、混んでおりますね。めちゃくちゃ混んでる。やっぱり日本の方結構いるんだよね、サントリーに。まあでも若者というよりも結構お年を行った方の方が多いです、日本人は。今日はなんと昨日も購入したドギラス。帰ってまいりました、ミスティックホテル。イヤから近いからいいね、やっぱり。ピタパンにポークを挟んでいます。この料理はギリシャ伝統のギタピロっていう料理で、まあ、ポテトだったり、あとは肉、トマト、あとはザンジっていうヨーグルトが入ってるのが特徴的。しかもここガチでうまい。お腹いっぱいになった。ごちそうさまです。サントリーニの夜景、絶景。おはようございます。今日のご飯の予定としては、まずは今から朝食会場でご飯を食べてきて、その後昼ご飯はシークレットなお米を日本から持ってきてるので、それを食べます。で、最後に夕食としてはフィラの方に行って海鮮食べれたらいいなと思ってます。最高の景色でございます。今日も食べてきます。3g ね、うん、めっちゃ頼んだ。いつものようなごっつさはない、おしゃれでも量は多い。いただきます。ギリシャヨーグルトを使ったブルーボールっていうメニュー。このブルーベリーとかの酸っぱさと、あとナッツ系のサクサク感がたまらないね。食感が面白い。ギリシャはサラダが有名。このパプリカとかトマトとかキュウリが入ってるんだけど、味付けはオリーブオイルと塩で、シンプルなのがギリシャの特徴。この料理はスファキナイっていう料理で、ピタパンの間に白いチーズを挟んでいて、上から蜂蜜をかけている。このチーズのしょっぱさと、あとこの蜂蜜の甘さがマッチしてめっちゃうまい。美味しくいただきました。ごちそうさまです。やっぱ部屋で結構食べる人多いんだよね。今向かっている途中です。気持ちいい。先ほど言っていた秘密のご飯はこちら。いただいた五目ご飯。やっぱめっちゃうまい。これマジでうまい。本当に驚きのうまさ。2029年まで食べれるらしいんだけど、マジでうまい。いや、めっちゃ重い。でもよかったわ、ここのホテル。めちゃくちゃよかったです。こっからフィラまで行って、でちょっとカフェ入って、夜ご飯、楽しみにした夜ご飯、海鮮食べてアテネへ戻ろうと思います。多分このニコラスってお店です。Good here? Are you sitting good here? Yeah, sitting good. Oh, better here. Oh, okay.Ella, Opa. If I broke it, I pay. No problem. Thank you so much. もうめっちゃいい人だわ。Yes. Okay, okay. Thank you so much. めっちゃいい人だな。中に入れてくれました。あ、Thank you so much. Now, internet. なんだこのめっちゃいい人は。なんか水もフリーでもらえたんで、先に入らせてもらって、Wi-Fi までつなげてもらって、店が開くまで待とうと思います。店内はこんな形で落ち着いた雰囲気です。なんとこのお店、ジャパニーズメニューがありました。
今日はやっぱり食べたかったのはイカのグリルとか食べたかったんで、ここからだいたいイカのグリルがいくらだ13とかなので、2,000〜3,000ぐらいか。香ばしく焼き上げたプリプリのイカにちょっと甘めのソースがかかってる。香ばしさと甘さのハーモニーが半端ないねこれ。チーズめっちゃいいね。いっちゃ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 い。全部いいです。オッケーオッケー。激うま。麺は太めで柔らかめなんだけど、まあちゃんとボリュームがある。あとはこの肉に関しては懐かしい、日本人が懐かしく思えるような、ボロネーゼソース。完食。ごちそうさまです。いつるかチューインガン。お口直しらしいです。マスティカ。マスティカ。And we have also マスティカ is natural chewing gum, no chemicals. Oh, no chemicals. From the tree. From the tree. ええ、あ、すっきりするわ。スルスル。美味しい。ないないない。ええ、美味しい。面白い。Cold, cold. ありがとう。だからカフェ行こうと思ったけど、結構時間いい時間なんで、空港で過ごしてからアテネまで向かおうと思います。どれから空港に行きます？空港行きの18番のバスが到着した模様です。サントリーニの空港到着。今日の便は多分確か11時とかだったんで、まあ空港で 3,4 時間ゆっくりしてからアテネの方に行こうかなという感じです。